皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室の売上をアップさせる3つのキーポイントを探せということについてお話をしてみたいと思います。売上アップをする上でですね、もちろんいろんな方法とか施策とかがあるんですけれども、特にそうですね、売上の伸びに悩んでいる方、さらに売上をアップしたいというふうに思っている方には、これからお伝えする3つの指標ですね、それをご自身の教室に置き換えて、現状できているかできていないか、さらにそれを改善した場合に伸びしろ余地があるかどうか、これをチェックしていただくことで改善案とかが生まれるヒントにしていただければなというふうに思いまして、今日は3つのキーポイントについてお話をしていきたいというふうに思ってます。まず1つ目のポイントがですね、顧客満足度ということです。顧客満足度、実際に教室にいらっしゃる生徒さんが満足をするっていうことを、どういう指標で見ていくかっていう話なんですけれども、お客様がですね、生徒さんがあなたの教室に来る際にですね、何を求めて来てるのかっていうことと顧客満足度っていうのは、当然比例していくわけですよね。で、これを先生が見誤ってはいけないっていうことなんですよ。例えばですね、よくある話なんですけれども、技術をすごく売りにしている先生で、こんなすごい難しい技ができるようになる、例えば私はパン教室をやってたので、製パンの部分でいうとバゲットとか難しい領域になるんですけれども、それが、クープがかっこよく開くフランスパンのドロドロの生地を上手にこう手早く貼らせながら成形する腕があるみたいな、あとはクープの入れ方がすごくうまくてかっこいいフランスパンが焼けるようになるみたいな、そういう技術を例えば売りにしている教室で、その先生云々よりも、技術をもしも求める人がいるのであれば、その技術が学べればよくって、もちろんその先生の性格とかいいに越したことはないんですけど、例えば、よくラーメン屋のおじさんとかが不愛想だけどラーメンが美味しいってことで繁盛してるところがあるじゃないですか。それと同様に、その先生自体が不愛想だったとしても、学びに行く理由が技術そのものが、顧客満足度、そこでいいものを学べればそれで OK ということであれば、不愛想だって集客できたりとかしちゃうんですよね。で、勘違いしちゃうのがですね、生徒さんは実は先生の技術そのものを求めてるんじゃなくて、例えばその教室に行った時の居心地の良さであったりとか、例えば非日常のインテリアとか内装とかですね、一緒に行く友達と、楽しむ時間としてその教室が存在するみたいな通い方をしている場合にですね、先生が技術の方をものすごく磨いて、本人、要はクライアントさんが喜んで来ている、状況を自分が知らずして、そこを満足度を落とすようなこと、例えば、快適というふうに思って来ているのに、その空間のインテリアが変わってしまったとか、あとはおしゃべりが楽しいと思って来ているのに、効率よくやらなくちゃとか、先生が勝手に思ってですね、早く切り上げようっていうことで、こうなんかそそくさと返すことを促してしまうとか、そういうことをやった場合に、先生は技術を磨いた、その高度な技術を教えたで、きっとお客さんは満足してるに違いないっていうふうに思ってるんですけど、こちらの方は快適さを求めて来ていた場合にはですね、このギャップが出てしまうんですよね。ギャップが出るとどうなるかっていうと、教室に行かなくなるんですよ、単純に。そうするとね、先生は悩んでしまいます。なんで技術ももっといいものを提供しているのに、この人たちは辞めてしまったんだろう、いなくなったんだろう。まだこの方たちが言ってくれれば原因つかめるんですけど、大概言わずして去っていくのが通常なので、そうすると先生はなぜ去られたのかが分かんない。自分はもっと頑張って、技術をアップしたのに。だからこのギャップがあると、顧客満足度っていうのが狂ってきちゃうんですよね。ですから、なぜ自分は選ばれていて、
どんなことにお客さんは喜んでるんだろうっていう本音の部分をやっぱり探っていく必要がありますね。で、例えばですね、快適さをじゃあ求める方が、まあ、満足するような状態があったとしますね。そうするともちろんその教室 その教える技術を磨くのはまあ大前提なんですけれども、快適さを求めてきててそれを楽しみとして考えているのであれば、先生がそれをできるできないは別としてですよ。例えば先生とおしゃべりできるもっと楽しい時間あと30分増やすとか、それが顧客満足度につながり、顧客満足度につながると結果どういう結果が見込めるかっていうと、リピートする確率が高くなりますよね。だって楽しくて通いたいからっていうことで。で、もう一つはすごくいい先生がいるよ、楽しい教室があるよっていうことで紹介が増える可能性がある。で、実際にそれが自分でも理解できてるとすると、満足度を高めるためにはどうしたらいいのか、もしかしたら内装インテリアをもっとみんなが好むように変えたら喜ばれるのかとか、アロマとかを焚いたら、あ、いい気持ち、心地いいなって喜ばれるのかっていう、その本文である部分でもちろん勝負するのは当然なんですけれども、お客様が一体何を本当は喜んで自分の教室に来てるかというのが、一つの考えるべきポイントで指標になることなので、そこを見間違えないということになります。はい。例えば私はコンサルタントですけれどもね、私に対してそのお客様が、まあ、求めているものっていうのは当然ですけれども、売上アップしたい、まあ、なし事業をこう成功させていい状態に回していきたいというのは皆さん望む結果ですよね。当然それに対して私はアイディアとか知恵を渡すわけですよね。ということは、私が望まれ続ける状況を作るということは、知恵アイディアを常に出し続けるっていうことがまず一点としてありますよね。安定的、継続的にその人が望む欲しい答え、そしてその答えを実践すると必ず売り上げが上がっていくみたいな、まあ、そういう部分で必要とされることになるので、私が、その顧客そういったタイプの人を満足させるのに自分がやるべき行動っていうのは、その方が満足できるような、ないしは実行したらうまくいくようなアイデアを渡すことができるかどうかってことは、私、いろんなケースを学び伝えられるようにしておかなくてはいけないんですよね。まずそれが1点です。で、もう1点は、私が、おそらく支持されている事情と理由の中にマインドアップですね、まあ、気持ちの部分を整えるっていう、まあ、お仕事ですね。これも、支持されている部分になって、しかもちょっと特殊なやり方です、私の場合には。マインドを支えるっていう場合にはですね、いろんな方いらっしゃるじゃないですか。そうだよね、そうだよねって言って寄り添って優しく、いうことで、その方のモチベーションをアップさせることで業務がアップさ業績がアップするようにやるタイプのコンサルもいますし、褒めて褒めて褒め倒して、やる気を出させてやるタイプのコンサル担当もいます。ただ私の場合には、まあ、真実ですね真実っていうのは、お客様が望むことであろうことに対して足りてない部分が見えてしまうので、それをズバッと指摘するっていうことです。で、それを、まあ、心地よいと感じる方しか当然いらっしゃらないわけなんですけれども、それをなかなか言ってくれないと具体的な行動に結びつかないから、結果今まで結びついていなかったっていうタイプの人もいらっしゃる場合があるんですけれども、ピンポイントで行うべき行動をズバッと言うことができるっていうのは、場合によっては、まあ、嫌われるかもしれないとかっていうのはあるんですよ。あるんだけど、結果嫌われてはいないんですが、それも含んだ上で、耳が痛いことを伝えることだってあるっていうことですね。で、そのなんか潔さみたいな、そういうものを、正直で言ってくれてる、しかもその厳しい言葉によって自分が成長することを確信できるようなタイプのクライアントさんがいるんですけれどもね。そうすると、私はきちんとそれを曲げないで、ご機嫌を取らないできちんと伝える
要は自分が嫌われることを恐れて言わないっていうことをなくすっていうことが私のお客様の満足度を上げる一つの指標になるわけですよね。それをきちんと言えるか、だから自分を曲げないで言えることができるかっていうクライアントさんのためを思ってですよ。それが多分、信頼度の指標みたいな形になっていくんですね。でそれによって顧客満足が高まる。だから継続で、辞めないで続く、辞める方とか当然いらっしゃいますよ。いらっしゃいますけれども、長く続いている方はその信頼関係において、続いているっていうことになるので、私は適切なアイデアを渡すっていうことと、きちんとその方が成長できるように耳が痛いことでも正しく伝えるっていう、この2点ができているっていうことが、信頼度がアップする顧客満足度の指標になります。ですからご自身の教室でお客様が何を望んでいてっていうのをきちんと自分でまず把握する必要があって、これがずれるとですね、いくら自分が頑張ってもお客さんがついてこないケースがあるので、実際にそれによってですね、お客様の満足度が減ったことによって去っていっちゃった、いなくなっちゃった、でなんでいなくなったか分かんないっていう風に考える方もいらっしゃるので、実際のところはどうなのかっていうのをきちんと把握するっていうことが必要になります。で、もう一つ、二つ目ですね、一つはその顧客満足度ですね、二つ目は強みをきちんと伝えていくっていうことですね。USB という言葉で表されるものもあるんですけど、やはりですね、強みは競合他社と呼ばれる、ところと比較した自分たちがいい点っていうものを作っていく必要はあるんですけれども、競合って言われる、いわゆる私の場合だったらじゃあパン教室ですね、パン教室をばかり見ていてもですね、そこの中で選ばれる理由っていうのももちろん探してもいいんですけれども、実際のお客様のお財布の中身っていうのは、例えば1万円あって、それを教室に行くのに使うのか、素敵なディナーを食べるのに使うのか、エステとか美容に使うのか、洋服を買うのに使うのか、要は1万円の価値っていうのは何にでもその人が興味あるものに化けるということなんですよね。その中で選んでもらってお金を使ってもらうっていうことになるので、競合他社のことはもちろん調査する必要はあるんですけれども、お客様が何にお金を使いたくなるのか、それは自分のサービスである必要があるのかっていうことを外向きにきちんと、アピールすることができるということですね。ですから自分やはり見つめ直さなくてはいけなくてですね、例えばそうですね、強みをどこに持っていくかっていう話なんですけど、山形の方にクラゲ水族館っていうところがあるんですけどね、そうするとクラゲが増えれば増えるほどというか、種類を増やせば増やすほど入館者数が増えるっていう状態が強みとして見えてきた場合に、クラゲの展示数が強みということになります。そうするとクラゲがそこにある価値っていうのが、お客様がそれを見に来るっていうことの喜びに変わるわけで、でそのさらに、日本一とか世界一とかっていうことで数で勝負するっていうことをやっていくとですね、そこが他が追いつけない強みとかになったりするわけですよね。ですからお客様が選ぶ強みということになります。自分が自分で私ってこれが得意なんですっていうのは強みではないので、これもまたよく教室のコンセプトを作るときに勘違いされる部分が多いんですけれども、私はこれとこれとこれができるのでだからこの教室をやってますっていう方は、それで集客がうまくいってない方は間違いなくそれがお客様に支持されるものなのかどうなのかっていうことを理解していないっていうケースが多いですね。でこれはしかも時代によって変わってしまうんですよ。10年前、5年前、3年前、場合によっては2年前、その当時のお客様に支持されてた内容が世の中の移り変わりとともに支持されなくなっちゃう場合とかがあるのを
ご自身が理解できるかどうかですね。理解するっていうのは、自分は今その内容は必要とされてないっていうことを自分で認めることができるかどうかっていうの、何気にしんどいところなんですよ。でもこれを、あ、今はこれこの時代じゃないんだっていうのが分かって、求められる方向にちゃんと舵を切ることができると、まあ売れ続けるわけなので、強みの発掘っていうのは一回やったら終わりっていうものじゃなくて、時代の流れとかお客様の動向とか、そういったものを見ながら変えていく必要があるっていうのがポイントになります。で、3つ目ですね、関門、障害を外せということですね。障害を外すっていうのは、お客様が申し込めない事情ですね。それを取ってあげるっていうことです。だからお客様が望んでいることで、例えば何々をしてくれたら申し込むのになっていう、何々を見つけることができて解除することができるかっていう話ですね。例えばですね、教室でいうと体験会って非常にこう大きな、ハードルというか、申し込みを促進するキーになる場合が多いんですけれども、本コースが金額が高くて内容が分かりにくいものだった場合、大概体験会が必要になってしまうんですよ。でその体験会さえ来れば、お客様の成約率がほぼ9割以上、 95% とかいう講座がもしもあったとしたら、その人が頑張らなくてはいけないのは体験会へのまず集客が第一です。で体験会からの制約、これも第2で頑張んなきゃいけないことなんですけれども、本講座をいきなり売ることじゃなくて体験会の集客、これが、一つ大きなポイントになってくるっていうのが分からないと、本講座売れないのにそれを一生懸命集客かけるように宣伝したりとかやるわけですよね。でも本当はそれは見ないと買えないっていうハードルがそこにあったとしたら、そのハードルを外してあげる必要があって、その一番分かりやすいのが体験会だったら、やっぱり体験会に誘致しないといけないんですよ。ここがやっぱりポイントですね。だから、そのハードルを理解して、それをいかに増やすか、ないしは、そのハードルを開催してそこに集客することによって制約をどれぐらい上げられるか、だからお客様は〇〇を欲しがっている、だからそれをクリアすればいいっていうのが見つけられるかどうかなんですよね。あとは申し込みの欄においてよくある話とかが、お金、金額が例えば総額50万ですとかっていう時に、50万一括1週間以内に銀行振込みのみとか言うと、行く気がある人でも行けない場合とかがありますよね。そうすると支払い方法の種類を変えるということが、〇〇さえあれば決まるみたいな、そのキーポイントになってくるところなんですよね。だから支払い方法はね、いろんな種類があった方がいいですよ。カード払いとか分割払いとかがあれば、今すぐお金がなくても今すぐ習いたい人は来るっていう可能性があります。ただカード払いとか使うと当然カード会社に手数料払ったりとかっていうことがあるので売上は減りますけれども、売上がちょびっと減るのと機会損失とどっちの方が大きいかって言ったら、機会損失の方が大きいんですよね。お客様が払いやすいような状態を作ってあげる、あとペイペイとかああいうのもありますよね。 LINE ペイとかああいうのも導入していくとかっていうのも一つの手かもしれませんし、あとは日程とかもそれの一個ですよね。この日程さえ立ててくれれば来るのにみたいな声まで聞くことができたら、その日程を立てられるんだったら立てればもうそれで制約っていうことになりますのでね。ですからその申し込めないハードルが何なのかっていうのが分かって、それをクリアするための活動と行動をするっていうことですね。体験すれば決まる、見れば分かるとかいうものは、見れば分かるんだったら見せればいいっていうことで、ね、あんまり教室系で見れば分かるっていうのはないんですけれども、違いを見せれば分かる。そうですね。例えば今日も写真レッスンがあったんですけど、カメラのいいカメラってやっぱりすごく綺麗にかっこよく映るんですよ。その使い方を知っていれば。そうするとそうじゃないカメラで頑張って使ってる人が同じ被写体を撮るのに見栄えが全然違っちゃうと、やっぱりそのカメラ欲しくなるじゃないですか。これは見ればわかる。実際に同じものを撮ってるのになんでこんなに変わるんだっていうのがわかると、欲しくなる動機には間違いなくなりますよね。
ですから、そういうものを見たらっていうことであれば、品番分かって買いに行く人はね、それでいいんですけれども、そういうカメラの性能を体験できる体験会とかがあれば、カメラは売れていくかもしれません。はい。そんな感じでですね、3つ今キーポイントをお伝えしました。で、このキーポイントを、理解して適切に行動すると、その障害が減る、ないしお客様の満足度がイコール売上に直結するということであれば、そこを上げていけばいい。で、あと強みが、お財布の競合の中で1万円をどういうふうに使ってもらえるかっていうので、抜きん出た自分になれる、自分の教室になれるっていうポイントですね。これを探して外向きにきちんと歌えば、それが売れていくものになるっていうことを、常日頃考えられるかどうかっていうことです。いずれにしろこの3つっていうのはお客様が答えを持っているので、どれだけその本音を聞き出せるかっていう、そこも一つのポイントになってきますので、尋問とか詰問ではなくですね、日常会話の中でさりげなくそのキーポイントを聞くっていう耳を持つことができるか、これも大事な要件になってきますので、そんなことも意識しながら、お客様に興味を持ってお話をしていただければなというふうに思ってますので、ぜひご参考にしてください。それでは。